河野周数は、京都府京都市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。山城港、時代、3年時の夏は、京都府予選4回戦で、京都成り明ら高に1ので敗れた。甲子園出場経験はなし。仏教大学社会学部現代社会学科に、進学すると、刑事大学野球連盟に加盟している、公式野球部に入部する。 4年時に第40回明治神宮野球大会に出場し、準決勝の立正大学戦で登板している。1学年後輩に大野雄大がいる。大学卒業後、社会人野球の新日本製鉄広畑に入団。1年目から公式戦に登板。第81回都市対抗野球大会では、1回戦の JFE 東日本戦で、 救援当番し1回を無失点に抑えるが、チームは1から3で敗退した。第37回社会人野球日本選手権大会でも1回戦の明治安田生命戦で救援当番している。2年目は右肘痛に苦しみ、チームは第82回都市対抗野球大会に出場したが、自身の当番機会はなかった。3年目は主に抑えとして起用される。 第83回都市対抗野球大会には NTT 西日本の補強選手として出場し、2回戦の白はビクトリーズ戦で9円登板した。第38回社会人野球日本選手権大会では1回戦の JR 東日本戦で9円登板するが、チームは0から6で敗退した。2012年10月25日、プロ野球ドラフト会議で、 北海道日本ハムファイターズから7位指名を受け入団した。指名後の12月22日に大学時代から交際していた保育士の女性と結婚。ただし入団当初は千葉県鎌ケ谷市の球団合宿所イサム少量で単身生活を送った。2013年には4月12日のオリックスバファローズ戦で一軍デビュー。5試合へ登板した後に 出場選手登録を一旦抹消された。6月の再登録後は9試合連続無失点を記録するなど、投球内容が安定。シーズン終盤には右打者相手のワンポイントリリーフとして接戦で起用された。一軍公式戦には通算で33試合に登板。対左打者の左率の高さに課題を残しながらも、防御率2.23、11ホールドを記録した。 2014年にもワンポイントリリーフを中心に一軍公式戦23試合に登板。8月14日の対千葉ロッテマリーンズ戦でプロ初勝利を記録した。なお、シーズン終了後の11月22日には第一子となる長女が誕生。2015年にはプロ入り後初めて一軍公式戦への登板機会がなく10月2日に。 球団から戦力外通告を受けた。2015年11月10日にシートバッティング形式の12球団、合同トライアウトに参加。17分間の交互中団を挟みながらも、再開直後に田植健一から空振りで三振を奪うなど、打者3人を無安打に抑えた。しかし、NPB を含めたプロ野球た球団から獲得を打診されなかったため、現役を引退した。 現役引退後は家族と共に地元の京都へ戻り一般企業に就職している。最速時速1 4 6トルのストレートとキレのある曲がりの大きいスライバーとカットボールといった横の変化球で勝負するサイドスローで外国人の右打者に対するワンポイントリリーフとして活躍した。大谷翔平からはシーズン終了後に開かれた河野の結婚式で 守っている時には外国人の強打者に向かっていく姿がとても頼もしく感じた。そのような姿に奥様も惹かれたのかなと思うというスピーチを送られた。ありがとうございます。